1番1回の裏の先頭バッター出塁清田、レフト前ヒットでノーアウト1塁、鈴木大地がバッターボックスです。さあキャプテン、ちょっと調子の数字の中では上下がありましたが、徐々にまた数字が安定し始めています。ここはバントの構え。まあ菊池にとっては小林さん、はい、今シーズンの開幕じゃないですか、はい、いきなり先頭バッター出すっていうのはまだまだちょっと気持ちの部分でもぐらつくところがありますか。そうですね、やはりあの回の先頭バッターを出していくというのは、まあ開幕じゃなくてもすごい嫌なことなので。なるほど。あ、ここはショーフライになる。キャッチャー取れません。あ、ただ守備妨害を取りました。今球審市川が鈴木大地を指さして守備妨害でアウトと、今ちょうどショーフライになったのを追いかけるときにキャッチャー炭谷の進路が塞がれたということになるんでしょうね。そうですね、はい、ちょっとこういう上で見ちゃってる分。そうですね、鈴木選手も自分のファウルの打球を見ていたので、まあ、もちろん邪魔しようと思ってしているわけではないんでしょう。じゃないと思いますね、はい。まあ、あの違うカードですが、日本ハム戦ですか、3投を試みたときに今井選手がそのキャッチャーの投げる方向を邪魔したということで、こちらも守備妨害でバッターアウトというシーンが今シーズンありましたが、まあ、ケースは違えど不可抗力とはいえ、あ、ということは避けなきゃいけないんですかっていう、今何かことを尋ねている、確認をしているということになるんでしょうか。故意ではなかったですけどね。そうですね、まあ、ただああいう時はもう守備に優先というか、もうバッターは守備の邪魔をしないようにすぐ心がけなければいけないということなんでしょう。したがいまして鈴木大地守備妨害でワンアウト一塁です。